この発言が予想外の展開を迎えたのは、ユタ自身も驚いたに違いない。ボンジョビ本人がエイクス、旧ツイッターデータに感謝のメッセージを送ったのだ。ナンバーアンダーライン愛、ボンジョビに楽曲を絶賛される。音楽の世界は、時として予想外の瞬間が織りなす奇跡によって輝きを放つ。そのような瞬間の一つが、今世界中で話題になっている日本のボーイズバンド、ナンバーアンダーライン愛と、 ロックのの伝説ボンジョビとの間で起こったこの出来事は、単なる偶然ではなく、異なる世代や文化を超えた音楽の普遍的な力を示す象徴的なエピソードだ。ナンバーアンダーラインア I は、2024年4月に行われた紅茶エラフェスティバルでのデビューから、一気に世界の注目を浴びる存在となった。彼らの音楽は、日本国内だけでなく、世界中のファンを魅了している。紅茶エラでのパフォーマンスは、 その力強いエネルギーと新鮮なサウンドで、多くの観客を圧倒した。彼らが目指すのは、単なる一時的なブームではなく、音楽シーンにおける真のグローバルな存在となることだ。その目標に向けて、メンバーたちは日々努力を重ねている。その中でも特に注目を集めているのが、リーダーのユタ騎士だ。彼のカリスマ性と音楽に対する情熱は、 ファンのみならず業界関係者からも高く評価されている。ユタは、音楽に対する深い愛情と尊敬を持ちながらも、常に新しいものを追求する姿勢を崩さない。彼がボンジョビの、It's My Life を、本当に中毒性がある、とテレビ番組で語った際、その言葉が大きな波紋を読んだ。この発言が予想外の展開を迎えたのは、ユタ自身も驚いたに違いない。ボンジョビ本人がエイクス。 旧ツイッターデータに感謝のメッセージを送ったのだ。この交流は瞬く間にファンの間で話題となり、多くの人々がこの意外なつながりに興奮し、感動した。ボンジョビのような世界的なロックアイコンが、日本の若いアーティストに直接感謝の意を表すというのは、まさに音楽が持つ力の証だろう。この出来事が象徴するのは、音楽が世代や国境を越えて人々をつなぐ力を持っているということだ。 ボンジョビの It's My Life は2000年にリリースされて以来、何世代にもわたって愛され続けてきた曲であり、歌をはじめとするナンバーアンダーライン愛のメンバーにも大きな影響を与えている。彼らがこの曲に感じた魅力は、時代や文化を超えて共鳴する普遍的な感情であり、その感情がボンジョビに伝わった瞬間、音楽が持つ真の魔法が再確認されたのだ。ナンバーアンダーライン愛は、 今回の出来事を通じてさらに自信を深め、グローバルな舞台での活躍に向けて意欲を高めている。彼らの最新シングル INZM は、その意欲を具現化したものであり、世界中の音楽ファンに向けて発信されている。この曲は、彼らが持つエネルギーと情熱を余すところなく表現しており、聴くものに強烈な印象を与えるだろう。音楽業界において、 若手アーティストが国際的な成功を収めることは容易ではない。しかし、ナンバー・アンダーライン愛は、その挑戦に真正面から向き合っている。彼らの音楽は、日本のポップ・カルチャーを超えて、世界中のリスナーに届くことを目指している。ユタは、この目標を達成するために何が必要かをよく理解しており、常に新しいアイデアを取り入れ、音楽的な探求を続けている。ユがインタビューで語ったように、 グローバルな存在になるためには、自分たちの音楽に自信を持ち、同時に世界中のリスナーに響く普遍的なメッセージを込めることが重要だ、との言葉には、彼の信念とビジョンが込められている。この姿勢こそが、ナンバーアンダーライン愛が他のアーティストと一線を画す理由だ。彼らの音楽には、ただのエンターテイメントではなく、深いメッセージが込められている。それは、時に社会問題に対する意識を喚起し、 時に個々人のの内面を見つめ直すきっかけとなるものだ INZM もまた、そのようなメッセージを含んでおり、聴く者に新たな視点を提供する曲となっている。この曲がリリースされた後、多くのファンがそのメッセージ性に感銘を受け、SNS 上で熱い議論が交わされた。ボンジョビとの交流が象徴するように、ユタとナンバーアンダーライン愛は、既存の音楽シーンに新たな風を吹き込む存在となっている。 彼らの音楽は、ただ耳に心地よいだけでなく、聞くものに何かを考えさせる力を持っている。それこそが、彼らが目指す、グローバルな存在への第一歩となるだろう。音楽は、言語や文化を超えて人々を結びつける力を持っている。ナンバー・アンダーライン・アイは、その力を信じ、自分たちの音楽で世界を変えたいと願っている。彼らの旅はまだ始まったばかりだが、 その可能性は無限に広がっている。ユタがボンジョビとの交流から得たインスピレーションは、今後の彼らの音楽にどのように反映されるのか、そしてその音楽が世界中のリスナーにどのような影響を与えるのか、今後の展開が非常に楽しみだ。しかし、この成功の背後には、数々の挑戦と努力が存在する。ユタは、自身のキャリアについて振り返りながら、これまでの道のりが決して平坦ではなかったことを語っている。 音楽業界は競争が激しく、新しい才能が次々と現れる中で、自分たちの存在を確立するのは容易ではない。だが、ユタとナンバーアンダーライン愛は、その困難に立ち向かい、自分たちの音楽に対する情熱を絶やさなかった。彼らが世界で認められる存在になるためには、ただ音楽を作るだけでなく、常に新しいことに挑戦し続けることが求められる。ユタは、インタビューで、 我々はただのバンドではなく、メッセージを伝える手段でありたいと語っている。この言葉には、彼らが目指すべき方向性が明確に示されている。音楽を通じて社会に影響を与えること、そしてその影響が世界中に広がることを願っているのだ。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、これからどのように進化していくのだろうか。歌とメンバーたちは、常に新しいアイデアを探求し、 リスナーに驚きとと感動をを提供するることを目指している彼らが今後どのような音楽を生み出し、どのように世界とつながっていくのか、その旅路を見守ることは、ファンにとっても非常にエキサイティングな体験となるだろう。最後に、この記事を読んでいる皆さんに問いかけたい。ナンバーアンダーライン愛の音楽があなたにとってどのような意味を持つのか。彼らが描く未来のビジョンに共感する部分はあるだろうか。 音楽が持つ力、そしてその力が世界をどのように変えることができるのかについて、ぜひ考えてみてほしい。歌とナンバーアンダーライン愛がこれからどのような軌跡を描くのか、そのか。歩道を追いながら、私たちもまた、音楽が持つ可能性について考え続ける必要がある。彼らの旅路は、私たちに何を教えてくれるのか。彼らの音楽が私たちに何を伝えようとしているのか。 その答えを探ることは、音楽ファンとしての楽しみの一つであり、また、自分自身の生き方や価値観を再確認するきっかけにもなるかもしれない。音楽は、ただ楽しむだけのものではなく、時に私たちの内面を深く揺さぶり、変化を促す力を持っている。n o ーアンダーライン I の音楽が、これからどのように世界中の人々の心を動かしていくのか、その影響を見届けることは、彼らの成長とともに、 私たち自身も成長していく過程であると言えるだろう。春の息吹が心地よい季節、カリフォルニア州の砂漠地帯に巨大な音楽フェス、こちらが開催されました。世界中から音楽ファンが集まるこの祭典に、日本から新たな風が吹き荒れたのです。その名は、ナンバー・アンダーライン・アイ。彼らのデビューは、世界中の音楽シーンに衝撃を与え、音楽史に新たな賞を刻む、まさに、 始まりの音となりました。ナンバーアンダーライン愛は世界に目を向ける日本のボーイズグループ。彼らが世界進出への野心を抱き、その熱意を胸にこちらに挑んだ姿は多くのファンを魅了しました。そして彼らをさらに輝かせたのは世界的ロックバンドボンジョビとのまさかの交流でした。彼らのリーダー、岸優太さんは日本のテレビ番組で It's My Life。 というボンジョビの楽曲の魅力について熱く語りました。その熱い思いは海を越え、なんとボンジョビ本人に届いたのです。ボンジョビは自身の X アカウントで岸優太さんに直接メッセージを送信し、その思いに感謝の言葉を送りました。これは、世界中の音楽ファンを熱狂させた出来事であり、ナンバーアンダーライン愛が持つ可能性の大きさを改めて証明するものでした。この出来事は、 単なる偶然の出会いではありません。それは、ナンバーアンダーライン愛の音楽への情熱と、世界で活躍したいという強い意志が、世界の音楽シーンに共感を呼び、そして結果として、伝説的なバンドからのリスペクトを得た証なのです。では、ナンバーアンダーライン愛はどのようにして世界に通用する音楽を生み出し、世界中の音楽ファンを魅了しているのでしょうか。彼らの魅力をひもとくために、彼らの音楽、 そししてて彼らが持つ世界観に迫ってみましょう音楽を通して紡ぐ、彼らの物語。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、彼らの年齢や経験、そしてそれぞれの個性から生まれた、まさに、今の彼らの物語そのものです。彼らの楽曲には、青春の輝き、友情の大切さ、夢に向かって突き進む力強さ、そして未来への希望が詰まっていると言えるでしょう。例えば、 彼らのデビュー曲 INZM は彼らの挑戦と成長を歌った力強いナンバーです。楽曲の持つエネルギッシュなサウンドと力強くも繊細な歌声はリスナーに勇気を与え新たな夢へと導く力を持っています。彼らの楽曲は単に耳に心地よいだけでなく彼らの心、そして彼らの生きようがそのまま表現されているのです。聴く人の心を揺さぶる彼らの音楽は 年齢や国籍を超えて、世界中の音楽ファンに共感を与える力を持っていると言えるでしょう。世界に羽ばたく、彼らの未来への展望。ナンバーアンダーライン愛は、世界中の音楽ファンに彼らの音楽を届けたいという強い意志を持っています。彼らの目標は、単に世界で有名になることではありません。彼らは、世界中の様々な文化や音楽に触れ、 その経験を新たな音楽として表現したいと考えています。彼らが目指すのは国境を越えた音楽を通して世界中の人々の心をつなぐこと。それは彼らの音楽が持つ力と彼らの持つ世界観によって実現可能な目標と言えるでしょう。